こんにちは。今日はですね、ヒロント祝勝会ということで、最新では2回目だ。2回目ですね。で、前回の動画見てほしいんだけど、もうすげえ変わってる。髪型から何から何から。いやいやいや変わりましたね。まず、ヒロント君のこの垢抜けぶりをね、まず見ていただきたいっていうことで、このバルクな、コンテスト終わってから何キロ？もう10キロ増えた。10キロ増えた。もう10キロ行こう。もう10キロ。もう10キロ行くための、80キロっすよ。大進呈だから。全部大盛りだから。佐藤さんが減量してるし来れないんですけど、平本君と応援してくださったバックステージ一緒についたね、ありがとうございます。もうすげえよくしてもらって、宮本さんのおかげであの動画が完成したからね。そうです。というわけで早速何を食おうかな。唐揚げはもう決まってて、餃子、これも唐揚げと餃子行きたいです。唐揚げと餃子行きましょう。野菜炒めもお願いします。野菜炒めすごいよこれ。やばいよ。やばいっすか。食べようか。いただきます。いただきます。あ、いい匂い。うん、うん、歯ごたえが、うん、歯ごたえが残ってるね。うまっ。すごい量だよね。シャキシャキ量やばいっすね。シャキシャキだよ。めちゃくちゃね、うまいわ。味付けがさ、シンプルでうまいよ。これいくらでもいけるな。これはもう次から絶対頼みます。餃子、唐揚げ、これうまそう。決まってんすよ。もうこれも決定。めちゃくちゃうまい。うまい。久々にね、こう歯ごたえのあるシャキシャキの野菜食べた。うん、これが食が進みますね。最初に頼んで正解だね。うん、見た目以上にあっさりしてます。あっさりしてる。スーパーで買わない野菜がいっぱい入ってる。確かに。うめっ、うめっ。エビチャーハンとポテトフライ。最近来ない味。ひろもとくん来たかったんだもんね、大進呈。来たかったんですよ。最高です。うわ。さすが人気のメニューだよ。三回目。いやもうマジ今日俺野菜炒めの日だ。出会っちゃった。珍しいですね。めっちゃうめえよこれ。肉うま煮と餃子。前回肉うま煮食べれなかったんだよね。餃子。これでも美味しかった。美味しかった。ちょっと食べてた。え、手で捉えられるか。いるんか。これは食ったわ。これ食ったわ。うまっ。やっぱうまいっすよ。うまいしか言えないですよ。柔らかいっすね。柔らかいっすね。やべや、めちゃくちゃ熱い。さよなー。唐揚げ、うん、ここが一番うまい。唐揚げはやべや。これです。これです。どうぞ、どこでも。めちゃくちゃうまい。うまっ。こんな大きい唐揚げないもんね。今まで食った唐揚げこれやばいですね。うん、これ絶対うまい。これ一番間違いなく今まで食ってきた唐揚げの中でダントツ一番うまい。ご飯美味しい。プリプリだよな。うまっ。唐揚げ食べんならここ来なきゃダメだよね。見たこの肉の厚み、やばいよ。すっごいカリカリ言ってるもん、音が。減量明けの。めちゃくちゃ美味しいです。
食欲出る、うん、最高です。うん、まい。ここに来て以来唐揚げ食べてないんじゃない？食べてないね。餃子の唐揚げはもうここでしか食わない。唐揚げ食べたかったんだもんね。うん、この前来たここ以来です。唐揚げ食べる。うん、あ本当に。一緒じゃん。食えないもんね。なかなか怒らないっちゃった。そうですね。全然今。うまそう。いや食べましたね。食べました。すごい食べました。美味しすぎた。すごかったもん、さっきのいっぱいあったのに食べました。食べきれるか不安でしたね。ね、でも唐揚げがまずね、あっさりしてたね。いや、本当に食べやすかった、うん、止まんなかった。だから、ほぼ唐揚げだったじゃん、ドーンね。そうですね、それは余裕だった。美味しかった。本当に野菜食べかな、今日俺の一番の一番。そうですね。うわうまーと思ったね。すごい唐揚げ一番。唐揚げ、うん、唐揚げで唐揚げ体が元気になりました。やっぱ唐揚げだな、大事に。もうね、俺今まで人生で食ってきた唐揚げのようにダントツ一番だと。マジで。それは間違いないです。俺はね、僕も一番、うん、これも厚めが好きな人はちょっと違うかもしれない。これはもうパリッパリで、もうもうね、なんつったの、うまかった。だからもうここ以外で唐揚げ食わないと決めてるから。というわけでごちそうさまでした。